熱々のチコだから買っていくかい？これは月海艇の慶心じゃないか。覚えてるぞ。もう言っただろう。取引の記録も納税書も全て問題ない。まだ仕事があるんだ。わけのわからないことで時間を無駄にしないでくれ。わけのわからない？東條さん、ずいぶん自信があるのですね。残念ですが、早めに認めることをお勧めします。あなたがお支払いする罰金に影響がありますので。そんなはずはない。俺はずっと真面目に商売をしてきた。何もやましいことはしていない。説明が足りなかったのでしょうか。東條さん、あなたが脱税している事実はもう明らかなのです。私たちはあなたの誠意を確かめに来ただけです。明らか？ありえない。だってありえないぞ。もう言い訳もできないみたいだ。関羽の威圧感ってすごいな。ほら、こいつに見せつけてやろうぜ。東條さん、これを。これは半軌道の領収書。俺はルージーメ、あれほど脱税の事実を認めるのか。この取引は納税書に記載されていなかった。はあ、これを見つけられるとは思わなかった。完璧に隠したはずなのに。確かに博来さんの手助けがなければ私たちも見つけられませんでした。博来？万有商法のあいつが俺をチクりやがったのか。人のことを棚に上げやがって。あら、東條さん、その言葉の真意詳しく教えてくれませんか？後のことはもう大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。あとは自分で処理します。よかった。やっぱりカウ先輩はすごいですね。誰かを最も理解しているのはその人の敵。どうやってこのようなことを思いつくのです？しかもそれを実践までしてくれるなんて。あなたの父上天数様から学んだ考えです。私の父上？敵同士が互いに牽制し合うのを安全な場所から眺める、それが天王寺が何年も七星の座についていられる理由です。あなたは天王寺の娘ですから、自然と父上のやり方も受け入れられるはずだと思いました。だから父上のやり方を実演してみせたのです。そうなのですね。もしかしたら私は父上をよく理解していなかったのかもしれません。カーン先輩、本当にありがとうございます。とてもわかりやすい指導でした。カーンは仕事の問題だけじゃなく家族の問題も一緒に解決したみたいだな。こんなに助けてもらったんですから必ずお礼を。いえ、お礼なんて大げさです。大したことはしていません。ならせめて食事をご馳走させてください。旅人とパイモンも一緒にどうだ。君たちにも手間をかけた。もちろん、カウも行くよな。食事だけなら断る理由もありません。ではお願いします。ケイシン、やったー。実はもう新月券を予約してあるんです。先に行って準備しているのでそこでお会いしましょう。ええ、わかりました。ちょ、どこ見てるんですか？
てくれてありがとうございます、先輩。二人もよく来てくれた。気にするな。準備ご苦労様です。そんなに気を使わなくてもいいのに。あー、実は先輩、さっきのこと以外にもまだ相談したいことがあるんです。そうですか。助けが必要ならためらわず直接言ってください。いや、助けが必要なわけでは。少しお話を聞いてくれますか。喜んで。私は小さい頃からカーウ先輩のお話をたくさん父上から聞かされてきました。父上のこともとても尊敬していますが、いつもカーウ先輩の優しさと頼りがいのある姿に惹かれていました。あなたの背中を追いかけて私は月海亭にやってきたのです。そのように思ってくれていたのですね。でもやはり月海亭の秘書の仕事はとても大変です。私は先輩のように優秀ではありません。だからよく悩んでしまうのです。そんなことありません。謙信はとてもよくやっていますよ。ありがとうございます、先輩。数年前私にも娘が生まれて。え、天王寺はもうおじいちゃんってことか。私の影響で娘も当時の私と同じように月海亭の秘書になるのが夢です。でも正直心配でした。この仕事は一筋縄ではいかない上、あの子に素質があるかどうかもまだわかりません。でも今回のことを通して私はあの子を応援すると決めました。それはなぜ。あの子が将来カーウという先輩に出会えるからです。カーウ先輩は優しくあの子を導き、当時のあなたの母も同じようだったと伝えてくれるはずです。その情景は素晴らしいものだと思いました。だから20年後のことも先輩に頼みましたよ。剣心、私の存在があなたにとってそんなに意味あるものだったなんて。先輩が父上のやり方を見せてくれたのと同じように、先輩が立ち会い人になってくれると安心するんです。立ち会い人。確かに私は何千年もリーユへの発展や変化に立ち会ってきました。でもそれはずっと私に孤独しか与えていないと思っていました。剣心、あなたのさっきの話は私にとってとても意味あるものです。岩王帝君との契約以外にもこのリーユエコーの人々とのつながりがあったのだと感じさせてくれました。私を頼り認め求めていた人がいたのですね。当たり前です。あなたは私の唯一の先輩ですよ。そうですね。しっかり皆様に答えなければ。そうだぞ。やっと元通りになったな。仮に本当に追い出されてたとしても少し抵抗してみます。あなたの思いに応えるためにもこれからも契約を履行し七星の秘書として居続けます。とにかく戻らなければ。私がいなければ事務処理も滞っているでしょう。さて仕事です。時間を無駄にはできません。頑張ってください先輩。もう行くのか。まだ食べ終わってないぞ。
百式、大丈夫ですか？まさか、立ったまま寝ていたんじゃ。見て、見てください、あれ。こんなところでサボっているなんて、私の代わりにはならないようですね。そんな、私たちもうずっと働いていて、休まないと。こうしてカウ様と会う前に、倒れてしまっていました。カウ様、会いたかった。あら、私たちはただの顔見知りですよ。そんなに求められていたなんて。ここ最近、朝も夜もカウン様が帰ってきて仕事を引き継いでくれるのを願っていました。今のあなたは、まるで仙人様が救いの手を差し伸べているかのように見えます。以前のライバル心はもう忘れました。ただ早く仕事から解放されたい。はいはい、わかりました。では今手元にある仕事を政務、商務、民事に分けてください。未着手か進行中かも明記してくださいね。残りは私に任せれば大丈夫です。はい、すぐやります。やっと助かった。もう一つ、旅人さん、感謝します。あなたが一緒にいてくれなければ、私は己の心にとらわれていたままでした。仕事関係以外で人の友人ができるのは想像以上に嬉しいものですね。仕事を終えたらお礼として、私も一緒にあなたの旅に参加させてくれませんか？でも、仕事って終わらすことできるのか？未来のことは、また後で悩むことにしましょう。